北沢清は、日本オリンピック委員会名誉委員、日本体育協会会品、新聞記者。現在の東京都中央区出身。東京農業大学在学中は、陸上部に所属し、1928年の日本学生陸上競技連合立ち上げに参加する。1929年に大学を卒業すると、大阪毎日新聞社へ入社し運動部員として社が、 主催していた自転車ロードレースの運営に関わるようになり、東京日日新聞へ移動すると、日本自転車連盟の立ち上げにも参加し、創設者の一人となる。その後1941年には、当時の文部省体育局運動課長に就任し、第二次世界大戦後には、全国中等学校野球大会再開に尽力するが、直後に公職追放となる。 追放解除後は、日本自転車連盟から解組された、日本自転車競技連盟の理事長に就任し、以降しばらくは自転車競技の日本代表監督して、選手を指揮することになる。1951年には、第1回アジア競技大会自転車競技の日本代表監督として、参加選手全員の金メダル獲得に貢献し、 日本自転車競技史上初出場となった1952年のヘルシンキオリンピックと1956年のメルボルンオリンピックでも自転車競技の日本代表監督を務めた。また、新聞記者時代の元上司で日本自転車競技連盟の会長に就任していた IOC 委員の高石慎五郎とともに自身も自転車競技からの JOC 委員として オリンピックに関わるようになる。北沢は日本ユニバーシアード委員会の委員長にも就任し、初代委員長として第1回から第3回のユニバーシアード夏季大会の日本選手団団長を務め、第5回の東京開催では組織委員会事務局長を務めた。そして学生時代に発足に関わった日本学生陸上競技連合の副会長だけでなく、 特殊法人国立競技場及び日本陸上競技連盟の常任理事も務め日本陸上界の重鎮でもあった。この他にも泉大輔のペンネームでスポーツ評論活動も行っていたが、1980年5月に肝不全のため死去。77歳。ありがとうございます。